それも面白そうだけど、映画じゃないんだからそんなことできるはずないよ。もう、あなたってば一体かなたちゃんをどういう風に思ってるの？かなたちゃんそんな子なの？あのね、かなたちゃんの夢の世界をイメージしたステージでライブをするの。ステージの上にベッドを置いてね、おやすみなさいって寝るのと同時に照明を落として真っ暗にしちゃうの。そして天井にプラネタリウムみたいに星を投影するんだ。でしょ？でも本番はここから。天井から星が降ってきて、ステージの背景をロマンチックでスイートでほわほわな世界に変えちゃう。そこで魔法使いになったかなたちゃんがメルヘンな世界を飛び回るの。どうかな？あなたならわかってくれると思った。きっとみんなファンクラブに入ってよかったって言ってくれると思うんだ。かなたちゃんの夢、一緒に叶えてくれる？ありがとう。これでもう成功したも同然だね。こういうのがあったらいいなっていうのはメモしてあるよ。これなんだけど。でも一番大事なことがまだ決まってない。それは歌？かなたちゃん、この夢の世界にぴったりな歌がどういうのか全然思いつかないんだ。すごい！頼もしい！じゃあ、あなたにドーンとお任せしちゃうね。歌詞か。それも難しいけど、やってみる。そうだよ。飛躍しすぎだよ。